2004年、ボルフガング・ワーグナーは、バイロイト祝祭劇場の総監督を務めた、ドイツの演出家、舞台美術家、リヒャルト・ワーグナーの孫、リヒャルト・ワーグナーの一人息子、ジーク・フリートとその妻ビニ・フレートの次男として、バイロイトに生まれた、兄・ビーラントと共に、当時ワーグナー家の邸宅、バーン・フリート荘に出入りしていたアドルフ・ヒトラーにも、可愛がられていた、第二次世界大戦中は、 兵役を免除されたビーラントとは対照的に従軍し、ポーランド戦線で負傷する。その一方で、ベルリンの歌劇場で歌劇政策の現場経験を積んだ。終戦後ナチスへの協力責任を問われた母、ビニフレートに代わり、1951年に再開されたバイロイト音楽祭をビーラントと共に率いていく。ヒトラーと親交はあったものの、ボルフガング自身が、 ナチス党員でなかった事実も、戦後バイロイトにふさわしい人材として評価される一員となった。当初から演出を務めるビーラントに対し、管理、運営を務めるボルフガングという役割分担が定着していた。1953年のローエングリンを皮切りに演出にも参加する。1966年にビーラントの救世後は、 総監督として単独で祝祭運営の最高責任者となる。兄の死後も祝祭での舞台演出に携わったが、運営面でのアウグスト・エファーディング、ゲッツ・フリードリヒという名だたる演出家を招く一方で、祝祭100周年の1976年には、ニーベルングの指輪の演出に当時オペラ界では無名に近かったパトリス・シェローを抜擢し、衝撃的な成功を収める。その後も、 ハリー・クプファー、ハイナー、ミュラー、キース・ウォーナーといった先鋭的な演出家と、ピーター・ホール、アルフレート・ギルヒナー、ジャンピエール・ポネルといった神秘的な舞台作りをする演出家をバランスよく起用した。バイロイト音楽祭特有の事情を逆に活かし、斬新で歴史に残る数々の上演を実現させ、実験工房としてのバイロイトの地位を確固たるものとし、 名舞台の仕掛け人として名を馳せた。一方で兄ビーランと泣き後バイロイト運営権などをめぐって、ビーランとの遺族とボルフガング一家が互いの取り巻きを交えての内紛を繰り広げた。最終的にボルフガングが兄の一族をバイロイト運営から完全に排除して、総監督の座を守った。遺恨も残したこれらのお家騒動の経緯から、 ワーグナー家による同族運営が少なからぬ批判を招いたことから、1973年にリヒャルト・ワーグナー財団が設立され、バイロイト祝祭歌劇場の所有権と音楽祭の運営は同財団に遺憾される。戦術のような兄の子孫たちの追放劇やバイロイト運営に際しては、受け取る公的補助を奨学に留め、多くの経費はパトロンからの多額の出資金で賄いつつ、 人事を差配したりと、ボルフガングの運営手法には批判も少なくなかった。また、優れた、ワーグナー指揮者、歌手、演出家が彼の方針と、相入れず音楽祭から身を引く例も多く、私物化商業主義、及びそれらに禁する様々な圧力など、長期の独裁的な組織運営に伴いがちな問題を抱えていた。長年独裁的に、バイロイト運営を取り仕切ったが、 劇場に関して、新設備の導入はもちろん、旧設備の管理に対しても細部に至るまで目配りし、音楽祭の出演歌手の選考のため世界中の歌劇場に情報網を構築していた。その他、都合のつく限り各地のワーグナー学劇公演に足を運び、歌手たちの演唱ぶりを自ら確認して出演者の選考に意を注ぐなど、運営に際しての姿勢は勤勉であったと言われる。 2001年、ボルフガングは、総監督職からの引退を表明し、後継者として、グドルン夫人を指名する。総監督が、ワーグナー家のものから優先的に選ばれる慣例が、生きているとはいえ、音楽作用への財団法人会後、新たな総監督の就任には、ワーグナー財団による認可が不可欠となっており、財団は、ボルフガングの後継者指名を否決。結局、ボルフガングは、 引退を撤回して、総監督として、当面続投する事態となる。当面の続投とはいえ80歳を過ぎた、ボルフガングの後継者問題は、バイロイト運営面でも重要課題であり、財団からの後継者案の否決後、ボルフガング自身はカタリーナを後継者に推薦して、方針転換。さらに、財団のオスエファー、またシュトットガルトオペラの支配人、クラウス・セーラインを協力者に据える ビーラントの娘ニーケの三者間で、後継者をめぐる争いは過熱した。再びの、お家騒動の様相を呈し、エーファが、以前ボルフガングに追放されたニーケと組んで、カタリーナと絶戦を繰り広げるなど、かつてのビーラント死後の追放劇の際の遺恨を、伺かがわせる事態となる。このような右翼曲折の末、ボルフガングは、最終的に、自らの子孫に運営を託す形で、 カタリーナとエイファの共同監督体制への継承を決意、ようやく2008年8月、同年の音楽祭終了後の31日をもって正式に引退する。カタリーナ・ワーグナーとエイファ・ワーグナー・パスキへの二等体制は、ワーグナー財団の認可を受け、2009年から本格化する。2010年3月21日、ボルフガングは成去した、90歳没。 私生活では1943年に迎えたエレン夫人との間に長女エーファ、長男ゴッドフリートを設けた。エレン夫人とは1976年に離婚、同年のうちに5歳に迎えたクドルン夫人との間に次女となるカタリーナが生まれている。彼の演出としての仕事はほとんどバイロイトに限られ、彷徨えるオランダ人以降のすべてのワーグナー作品の演出を手がけている。 その舞台は、兄、ビーランとの簡素で抽象的な、シンバイロイト様式の圧倒的な影響のもとに、ありながらも、伝統的で、写実的な演出を尊重し、それらの要素を加味しているところに特徴がある。この折衷的、中道的な手法は、保守的なファンを中心に歓迎され、オーソドックスな舞台として評価されてきた。 しかし年を追うごとに無難、凡庸、印象的といった批判にさらされることもまた多くなり、際立って高い評価を獲得するまでには至っていない。最も得意にした演目は、ニュルンベルクのマイスタージンガーで、1968年の同演目100周年記念公演での演出は好評を博し、1996年の新演出でも巨大な球面を背景に用い、 この球面の色を効果的に変化させるといった独自な試みもいった数少ないバイロイト以外での仕事の中には新国立劇場でのローエングリーンがあるありがとうございます。